エイブラハム・ボールドウィンは、現在のアメリカ合衆国ジョージアの政治家、愛国者であり、ジョージアの代表として、連合会議に出席し、アメリカ合衆国憲法に署名したことで、アメリカ合衆国建国の父の一人となった。憲法採択後、ジョージア州選出のアメリカ合衆国会を呼び、上院議員を務めた。アラバマ州とジョージア州の各、ボールドウィン軍を呼び、 ジョージア州南部にあるエイブラハム・ボールドウィン、農業大学は、ボールドウィンにちなんで名付けられた。コネチカットのギルフォードで生まれた。父は二人の妻により12人の子供を設けた家事屋であり、ボールドウィンは次男であった。ボールドウィン以外にも、家族の何人かはその人生で名声を得た。姉妹のルース・ボールドウィンは、詩人で外交官のジョエル・バーローと結婚し、 イボテイのヘンリー・ボールドウィンはアメリカ合衆国最高裁判所売席判事になった。父は待望があり、子供たちの教育のために重い借金をした。ボールドウィンは地元の村の学校に通った後、1772年にニューヘイブン近くにあるイエール大学を卒業した。3年後に大学で牧師と講師になった。その職を1779年まで続け、 その後大陸軍の従軍牧師として仕えた。2年後、イエール大学から進学教授の申し出があったが断った。独立戦争後は牧師として、また教育者としての務めを再開する代わりに法律の勉強を、始め、1783年にはフェアフィールドの法廷弁護士として認められた。ボールドウィンがイエール大学の進学教授という権威ある職を、 断った後で、ジョージアに知事のライマンホールが州内の中東及び高等教育の教育計画を作る責任者を引き受けるよう依頼してきた。ボールドウィンは、ジョージアのような辺境の国が発展するには、教育が鍵となると強く信じていた。ジョージア国議会の下院議員に選ばれると、国から土地利用許可を与え、アセンズにジョージア大学を設立するための予算化を含むことに、 なる包括的教育計画を作成した。この努力によって、ジョージア大学が1785年1月27日に法人化された時、アメリカでは初めての国認可学校となった。最初の計画段階である1785年から1801年まで、この大学の初代学長を務めた。1801年、ジョージア大学の最初のカレッジである。 フランクリン・カレッジが開校し、ボールドウィンを継いだジョサイやメイグスが学長になって、第一期生の学生を監督した。この学校の建築は、ボールドウィンの母校である、イェール大学をモデルにしていた。ボールドウィンがジョージアに転居して1年以内に、法律実務を行うことについて、議会の承認を得、ウィルクス軍に公有地の供与を受けた。ジョージア議会と連合会議の議員になった。 二年後に、父が死に、ボールドウィンは、自分の持ち金から、父の負債を払い、異母兄弟姉妹を教育した。同じ年、フィラデルフィア憲法制定会議に参加したが、数ヶ月間は欠席した。通常は目立たない存在だったが、審議延長事項の委員会に出席し、大衆召集の大議員数問題の解決に当たった。当初、上院には、所有財産をもとにした。 代表制に賛成していたが、おそらくは、コネチカット国を議員との密接な関係のために、小さな州が阻害されてしまうことを恐れるようになり、州ごとに代表を送るという考え方に変えた。1987年に公開された、ボールドウィン自身の記録によれば、ジョージ・ワシントンとジェームズ・マディソンは、アメリカ合衆国憲法が20年以上続くとは予測していないと、ボールドウィンに、 個人的に告げたという、実際に書き換えられなければ続くことはなかったであろう。憲法制定会議の後、アメリカ合衆国議会議員に選ばれ、これを18年間務めた。この期間、アレクサンダー・ハミルトンの政策に対する、手厳しい反対者となり、ニューイングランド生まれの他の議員大半とは異なり、マディソンやジェファーソン、つまり民主共和党に組みした。上院では、 議長代行を1年間務めた。1807年、53歳の時に短期間、わずらっただけで死んだ。この時は上院議員を続けており、ワシントン DC のロッククリーク墓地に埋葬された。ありがとうございます。